万博決戦となっています。関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1、戦いの舞台は万博記念競技場です。関西大学対近畿大学のシーズン最終戦の模様をお届けしてまいります。2022年のシーズン、関西学生リーグも第7節を迎えています。やや薄曇りのこのフィールド、チーム一丸でハドルを組みます。セカンドダウンはパスでいく、プロテクションは持っている、さあどうか、パス成功、さらにランアフターキャッチ、独走か、抜けました、ね、さあどうでしょう、抜け出していってまだ届きません。北川の独走タッチダウンになりました。先制点は神大。さあファーサン点、今日2度目のフレッシュがあって、次はパスでいくか、しかしこれは前が詰まった、左に逃げてパスを投げて空いている、パス決まった、よく掴んでいます。タッチダウン、ナイスタッチダウンですね。よく粘って、いやーここは見事でした、梅本、ね、はい、ここはパスでいきますが、一人ラッシュ漏れている、あー捕まった、 お見事、梅本達也、ね、さあここはパントです。あ、いやーノーバウンドでよく取って、イリタンになっている、抜けました、ね、さあここは菅原がおめえ返上とばかりにゴール前まで持ち込んでいます。一人インモーション、あーキープでいく、砂が持ち込む、そのまま持っていったか、タッチダウンです。さあファースト3点、ダウンを更新しまして、さあここで長いパスだ、よく取りました、お見事、ナイスボールですね。また坂本です。近代前半の正念場のプレー、ラッシュを逃げながら、あー捕まった、お見事、関西大学も仕掛けています。44番の鈴木、さあセカンダウンで次はどうか、おー、いいタックルだ、ややロスしますか、ここは見事でした。21番の小山、近畿大学です。7点を追いかける、まだ接戦を演じていますが、このパスも決まった、いいタッチ、いやーこれもピンポイントで落としてきましたね。さあパスを投げていく、裏空いてますね、空いている、パス成功だ、さああと金山も追いつけない、この時点で1点差、お見事、フェイクに釣られたか、神大、近畿大学はここ一番でしっかりと決めました。今度も梅本和樹です、がこのクォーターあまりありません、ラストプレーか、んこれはいきなり捕まえる、オプションピッチもできません、高本感があります。さあ大事に持っていきたいこのドライブですが、捕まる、いやーこちらもロスタックル、クォーターバックサック、まずは一つダウンをフレッシュしたい場面ですが、キープですね、おおこれは独走になっている、右サイド、これはパイロン右取り切りました、一瞬の隙をついて、こちらもクォーターバックキープですが、さあ近代のディフェンスもどうか、んこれはカット踏んで、いやーこれは独走になった、お見事です。さあ二宮が追いつけない、坂下持っていきました、取ってきています、ロールアウトして逃げる、パスを投げて、あーっとこれはインターセプト、菅原です、前に入りましたね、菅原、ここで試合終了ということになりますか、ゲームオーバー、最後はランをつなげて関西大学同点に追いつかれる場面もありましたが、第4クォーターに突き放しまして、第7節シーズン最終戦を勝利で締めくくっています。